はい、ガチャマルです。3月ということもあって投げ売りの iPhone を購入した方多いんじゃないでしょうか。ガチャマルも購入しました。実質1円というやつで2年間月々1円のレンタルです。最新機種が2年間月々1円で使えるのはかなりラッキーです。その代わりリスクもあって返却時に査定基準を満たしていないと2万2000円の支払いが必要になります。なので iPhone ケースとフィルムは必須かと思います。家電量販店などに行くと iPhone のケースは腐るほど売っていてどれがいいのか迷いますよね。それで今回は iPhone ケースのレビューをしたいと思います。購入したのはケースティファイの iPhone ケースです。パッケージからおしゃれ感が漂ってきます。ケースティファイといえば芸能人や海外セレブ御用達の iPhone ケースブランドです。 SNS を見てると CM で出てきたりするので若干怪しいのかなと思ってしまいますが、国内にもショップがあるので安心して購入できるブランドと思います。ガジェマルは公式のオンラインショップで購入しました。オンラインショップで購入すると届くまでに少し時間がかかります。2月15日にオンラインショップで注文して香港から2月20日に発送されて届いたのが2月22日です。1週間ほどかかると思ってください。それからディスプレイ保護フィルムはケースで有名の iFace のガラスフィルムです。このフィルムで何度か助けられているのでリピート購入しています。それでは早速開封していきます。中も同じおしゃれなパッケージになっていて、これはプレゼントにも最適なんじゃないかと思います。箱の中まで発色のいいグリーンでおしゃれすぎで、さすが海外ブランド、いいものを作っているというこだわりがひしひしと伝わってきます。それで今回購入したケースはウルトラインパクトケースを選びました。値段は8100円と iPhone ケースにしたら結構高いです。ケースティファイは派手なケースの印象が強いですが、今回はシンプルなケースでカスタムで文字を入れました。好きな文字を入れれるので特別なケースになります。それにケースティファイといったらカメラの枠の部分のブランドサインが印象的です。これだけでケースマウントを取れます。ケースをつける前にまずはフィルムです。 iFace の保護フィルムは厚みもあってディスプレイの保護機能も高いし、取り付けガイドもついているのでめちゃくちゃ簡単に貼り付けできてかなりおすすめできます。まずは iPhone のフィルムを剥がして付属のアルコールシートで画面をきれいにします。それからガイドは上下間違わないようにしてセッティング完了です。ガラスフィルムを台紙から剥がしてあとは乗せるだけです。ガイドがあるのできっちり貼るとか全くなくてただ乗せるだけです。自動的に吸着してくれます。空気が残っているところは指で軽く追いやるだけでフィルム貼りが完成です。先ほども言いましたがめちゃくちゃ簡単なのでかなりおすすめです。完璧に貼れました。フィルムが貼れたところでケースを取り付けます。若干取り付けは固めですがその分しっかりフィットするのでケースが外れてしまうということはなさそうです。 iPhone 14 のブルーに取り付けるとこんな感じです。カスタムで入れたホワイトの文字もくっきりしていいです。それにカメラ枠のケースティファイの文字が何とも言えないおしゃれ感を出しています。それからウルトラインパクトケースは四隅にエコショックという衝撃を吸収するバンパーがついているんで落とした時の安心感が違います。あとはライトニング周りは問題なさそうです。それにスイッチ関係も柔らかく押しやすいです。ブルーはメンズが持つには可愛すぎるかなと思っていたけどケースの黒が入ることで締まっていい感じになったと思います。かなり気に入りました。それからケースティファイのケースと iFace のガラスフィルムの相性もぴったりです。1ミリほど隙間が空いている感じです。フィルムが浮くということもなさそうです。今回シンプルなケースを選んだ理由があります。去年もケースティファイのインパクトケースを購入したんですが印刷されているところがペリペリめくれたんです。たまたま塗料の定着が悪かったのかちょっとわからないんですがケースの値段が高いので寿命が短いと結構痛いんですよね。この時はサポートセンターに連絡して6ヶ月保証があるのですぐに交換してくれました。
そういうのがあったのでシンプルなケースにしました。意外と派手じゃない KST5 のケースもシンプルで気に入っています。逆にシンプルな方がおしゃれな気もします。はい、ということで今回は KST5 のウルトラインパクトケースと iFace の画面保護フィルムのレビューでした。いかがだったでしょうか。ウルトラインパクトケースは四隅のショックを吸収するバンパーがついていて、対衝撃性という点については安心感がかなり高いと思います。それと何といってもおしゃれ感が高いので、おしゃれなケースを探しているという方は間違いなく KST5 を選んだら失敗はないと思います。ご視聴いただきありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録、グッドボタンお願いします。この他の動画でも iPhone や PC ガジェット系の動画を配信しています。そちらの動画もぜひチェックしてみてください。